正月昼末に週を回し何度はデリハとりあえず踊れ I wanna be a UMAどうも、はい、どうも、どうもレイフラワーちゃんですね。いや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 今日はゆき君と俺なんか久々じゃないですか。あれゆき君久々だったっけ。なんかあれそうだった6月ぐらいに。あそうやったっけ。あじゃあ違うかな。そんな感じ。え前3人やったっけ。前3人でなんか赤飯。あそうや赤飯や。それ以来来てないんじゃないかな。赤飯問題がまだいろいろ解決してない一回5人で赤飯の話をしてくれっていうのを言われててなんかあのそのトークをした後、うん、なんか差し入れみたいなところにね、うんうんうん、なんかやたら赤飯が増えてきたなみたいななんでやろうなと思ってそんな話したっけ。したした、ね、したした赤飯ね。そうそうなんかけどゆきくんだけやからね赤飯好きな。うっそほんとほんとやうちのメンバーの中でもうお祝いといった赤飯。いやいやそうやけどお祝いはそら赤飯やけどいや赤飯選べへんやろうと思うでおにぎりとかでまず赤飯まず赤飯とって何のおにぎり次煮込みは何しようマジでかなっていうマジでうん嘘もちもちした感じはねツナマヨネーズとか頼むそうだから赤飯、まあ、ツナ今日はツナかないやマジでその前で赤飯が入んねやちゃんともうまだそうやって見とってしまういやあんな気の利いたご飯ないでしょ。いやいやいや気利いてないってもちもちやし、ね、まあもちもちやけどねうんまあねちょっとそれね一回、まあ、どっかで5人で話をしてみたいなと思ってますけどもはいはいねもうえこれそっかあ明日からねそうこれ前日なんですけどねああなるほどそうですねもうすぐそうですよ猜疑心そうですね猜疑心9月30日明日ね明後日ね。うん。ちょっとそれじゃ一ヶ月後や。一ヶ月後やからね。そうまだ大丈夫、ね。カレンダーがね。うん。頭の中でもう分かれへんね。あのゆっくん最近さ月の方がおかしくなってるよね。月の方じゃなくてね、うん。最近ちょっとねやらかすんですよ。結構ギリギリなスケジュールもね。なんか、まあ、ねちょっと忙しいからね。そして頭がね回んなくて。ね、ちょっとね糖分が足りてないあじゃあもう甘いのじゃあ赤飯じゃなくて甘いの具とか糖分おはぎとかえご飯がねあご飯はね一応ちゃんとお酒も通り糖分が入ってますねお酒けど糖分入るから頭回るか回るか分からない逆になるからねそうはいということで、うん、じゃあちょっと質問いっちゃいますかはいはいはいお名前、まやさん、はい、レフラー皆さんこんにちは初めてメールさせていただきますありがとうございます、はい、私はゆきちゃんがきっかけで最近レフラーのことを知りレフラーチャンネルを見ていくうちにどんどんハマっていき気づけばニューシングルニューアルバムライブチケットを購入しちゃいましたおありがとうございますそこで質問です、まだ過去の CD は買い手になるんですが今回のツアーでは、うん過去の CD からどれくらい演奏するのでしょうか、うんうんうん、ということなんですまあでも、うんその今回そのアルバムまで行ってるじゃないですか、ねうん、まあそれのツアーやからそうや、ね、まあそのアルバムの曲は全部やるとしてる、ねうん、じゃあそこに、ね、そうやねそれはどうかなどうかなどれくらいどうかなけど今回のアルバムはユートピアから入ってるからあ、そっかそっかそっか、まあ、そだからあれかやっとやらない曲が出てくるそうやっとやらないとやらないというかやれないというかやれないそう今までないないない言うそう今までないないないと一気にこうちょっとコート増えてあれどれをどうするみたいなちょっとそこ結構ね悩みどころですけど、ねうん、けどちょっとなんかバンドっぽくていいかなやっとねやっとねやっと1個ずつ曲が増えてってねそうですね今日絶賛レコーディング中ですからねレコーディングもうあれですもんね今俺何の作業って言ったらいいのいや今ギターをずっとね
撮って、まあ、何かなかなかちょっとレフラーのレコーディングちょっと変わってましたね。皆さん各地でこう、そうそうちょっとトントン撮るように集まれない、集まれないんですよスケジュールが。だからまあまあ分かりやすく言うとデータをでこうあのそれぞれのメンバーの方に送ってですね、うん、あのレコーディングをしてきてもらって、うん、まあでも今時といえばそうですね、今時のなんかね、うん、レコーディングの方法というか、うんうん、まああとはその自分のペースでできるっていうのはいいかなと思います、ね、家で好きな時間に、そうそう好きな時間に、好きな時間っていうか仕事終わって帰ってその後にもうお酒飲むか、うん、どっちかどっちか、お酒じゃお酒飲みながらやろうかみたいな、そんなんもう言うてないけど、言うてない、やってるかもしれ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 ない、それって誰もが知らんことやから、そうやね、うん、まあね、まあでもね、やっぱお酒飲んだらあのね。リズムはちょっと甘くなる、甘くなるね、かもしれない、リズム甘くなる、ジャッジがちょっと甘くなるかな、うん、結構お酒飲むとね早く弾けなくなる、ああ僕も全然ダメ、テロンテロンになって僕もピークね狙って家に行かないです、もうねだから時々飲んでその飲みなくちゃ演奏しててちょっとずつ飲んでいくとかっていうシチュエーションはライブでやったことあるけど、もうガンガン飲んでじゃあギター弾こうっていうのはねやるとね全然弾けない、全然弾けないよね、うん、無理だよね、無理、もうなんか顔だけいってるけど全然ピーしかやってない、そうなんですよね、そうだから、うん、そう分からないです、お酒飲んでギター弾いてるのが録音されてるかもしれない、かもしれない、中には、中にはでもね、一回僕レコーディングでその合宿レコーディングっていうのをやったことがあるんですけど、俺らもあったね、で合宿って、まあ時間、うん、だんだん遅くなっていって、うん、初め1時から始まっとったんやけど、まあみんな夜までワイワイするから、うん、じゃあ明日3時からしようと、うん、どん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 夜になっていくんですけど、うん、なんかルールとして12時超えたらちょっとお酒飲みながらやろうおー、で、あ、そういうルールしてたんっていうのもあって、で、その割と自分的には自分のなんかレコーディングスタイルっていうのは割と鬼聞きって言って、もう寸分の狂いもないギターのそのね、サウンドを自分はどんどん作っていきがちなんですけど、なんかそれをね、なんか緩くする感覚だから、きっちりするのはいいけど、逆にきっちりしないところもあっても、うんうんうん、なるほどね、いいんじゃないかっていう、なるほどね、そう、まあそれで、うん、やんわりという、なるほど、ちょっとバランスがちょっと取れる、そうそうそう、緩めにジャッジをすると、なるほど、確かにね、そういうのもなんかね、確かにね、なんか楽曲によるやんか、そう、あ、まあまあそうですね、結構緩い方が良かったりとかするし、うんうん、こう緩いとね、なんていうかこう他のサウンドとも合わせてこうちょっと塊に聞こえたりとかすることがあるからね、うん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 、それが良かったりとかする時もあるからね、なるほどね、合宿はけど飲んじゃうね、合宿はね飲んじゃうね、飲むね、俺も飲んでたななんかスタジオでそのレコーディング機材がガンって置いてある中であんまりお酒を飲むっていうシチュエーションがないから、ね、だからすごい新鮮なんですよね、そう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 、だからいわゆるこうやっていつも譜面とか歌詞カードが置いてある譜面につまみとビールいいねいいねなかなかこれないないいね、いいよね、面白いな、そういうのもなんか余裕できたらそんなのありです、まあ、余裕できたらね、一回ね、ちょっとね思い切ってこう、ちょっとじゃあ合宿でも行ってみるみたいな、彦さんどんなのテーマテーマなんて、どうしよう、彦さん逆に喉早くなって早なっていく早なっていく早なっていくんやみたいなすごい通るみたいなはい、何でしたっけ質問、うん、あ、だからどれぐらい演奏するかちょっとどうやね、うん、まだちょっとまだちょっと言わんちょくわね言えないだけでそうやね、はい、まあリハもまだ先やしね、10月だもん、リハ10月からでした、そうそう、リハーサルは10月からなんで、なるほど、でもだから9月中にちゃんと撮らないと、うん、そうそうなんですよ、ね、そうそうそう、もうね、まあレコーディングはね、もうもちろん、いやでもじゃあ割とギリギリっすギリ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 ほんま大丈夫かな、割とねギリギリなんですけどね、そうなんですよ、けどなかなかねこうあれなんですよ、田沢君からはいろんな歌詞も上がって、おすごい、はい、上がってきてますよ、大変ね、歌詞書くの大変や、ね、だね、一応あれなんですよ、
9月入ってすぐぐらいから歌取りをもう入っていく。それまでに、え、あ、そう、そうなんです。まあそれでこう歌取りしてる裏で、うん、ああのやってもらってて、同時進行ですね、その都度。そうそうそう、で僕はもう歌取りしながらキーボード入れていこうかな感じ。そうですよね。あ、まあけどなんかちょっと見えてきましたよ、もうちょっとゴールが、うん、なんとなく、はい。まあだから曲が、まああとちょっとあれですけど、そうですね、うん、まあほぼ出揃ったんですもんね。ほぼほぼ出揃ってるので、まあいいアルバムができるんじゃないかなと、うん、思っておりますね。ぜひ期待していただきたいと。ああ、そうだよ。だって俺宮子さんちに、そう、その自分のイメージとメロディーとコードは出来上がってたんで、それをね具現化するしに宮子さんち行って来てね。そうそう、飲まなかったですよその時はね。飲まなかったよね。そうそう、あの時ね、それはそう、けど結構ガッツリやって、ガッツリね、うん、いろいろギター入れたりとか、サクッと行けましたね。サクッと行きましたね、うん、ドラム入れて、うん、ベース入れて、うん、まあギターもちょっと借りて、ギターちょっと借り入れて、まあまあいい感じでしたよ。いい感じですよ。またこれもちょっと、うん、ね、今までなかった感じですか、なかった感じですか ね、ライブで盛り上がりそうですし、ライブで盛り上がりたいな、ね、盛り上がりたいな、盛り上がりたいな、そうなんですよ、ちょっとっていうね、書いてみましたけどね。そう、皆さんいろいろ曲を書いてますので、はい、ぜひ期待していただきたいなと、はい、思っております。はいはい、はいはいはい、まだまだまだ質問大丈夫、まだまだ大丈夫。じゃあね、ね、どうしようかな、あ、これいこうかな、お名前、ウリさん、レグラーの皆さん、こんにちは、こんにちは、あ、北海道ね、北海道も連日の暑さで、日々汗だくで過ごしていますが、うんうんうん、メンバーの皆さんはライブなので汗だくになる機会が多いと思います。はい、素朴な質問なのですが、はい、真夏のライブと真冬のライブでは汗のかき方は違いますか、うん、どちらの方がより汗だくになりますか、真夏の方がと思うんですが、空調の関係でやっぱり冬場、うん、また普通の生活ではどこも、普通の生活ではそこまで耐えられないと思いますが、ライブ中はどれくらいの暑さまで耐えれますか。うんうんうん、あ、なるほどね。なんかライブ別に冬夏関係ないですよね、うん、関係ないね、うん、照明がとにかくすごい熱量を払う、うん、だって野外は、あ、野外ね、夏のね、夏の野外は野外はね、この間やってきましたけどね、もうね、すごいんですよ。汗がね、出るとかじゃなくて、もうね、吹き出してくるし、で、終わった後、たぶん汗かきすぎてて、うん、なんか、湿疹が出たんですよ。なんかなと思ったら、たぶんね、汗もでしょ。あ、なるほど。すっごい痛かった。なんか終わった後、ブツブツになって、この辺が。うわけどね、まあ、確かに真夏の野外はきついね。うん、キーボードなんか熱くて焼けそうになったことあるの、あ、パネルが、鍵盤は大丈夫やんけど、そのパネルがもう、うわ、これ絶対これ生卵落としたら焼けるわみたいなぐらいなったことあるね。なんかまあ野外、まあ僕こないでやったのは、ね、ちょっと砂浜みたいな水沿いのところでやったんですけど、やっぱね、一日中ギターが外に置いてあるから、うん、砂がね、うわ、細かい砂がね、ギターにさーってついてめっちゃついてるやつ。これ結構ね、結構傷というかね、細かい傷がね、できるんですよ。結構、それ、目に目にいたでしょ。で、なんか、機材とかも、そう、薄く膜が、これ、中に入ってんやろなと思って、すごい細かい砂やから。そうやね、なかなかね、大変ね、あれね、そうやね。そっか、でもこれ見てる人の方がすごい、見てる人思いますよね。大変やね、特にさ、夏フェスとかさ、あ、だって並んでるところからですね。でしょ、すごいよね。俺も一回夏フェスみたいに行ったことあるんですけど、うんうん、もう二度と見に行くのはやめとこう。出るのはいいんですよ。出るのね、うん、出るのはいいけど、なるほどね、汗だくになるもんな。あー、確かにな、すごいもんなって思ったらね。うん、ね、まあけど、どうですか、ゆっくんは結構じゃあ汗だくになる方やんね。俺も汗だくになるね。めちゃめちゃ動いてますから
いやゆきくんめっちゃ動いてるよっていうかみんな動いてるよめっちゃなんか田中も動いてるな足上げたりとかすんもんなうん、ね、めっちゃ動いてる動いてるみんな動いてるけど汗だくなるね田中くんも汗かくでしょそうみんなみんな伊藤さんも伊藤さんもすごいんじゃないですかなんかあんま汗かいてるイメージはないかもしれないですけど、ねねびしょびしょびしょ北海道の連日の朝、北海道この間行きましたね行きました別現場です、ね、別現場で一緒に行ってゆっくんと北海道行くよく行くよく行くどんだけ北海道ついてるそうそうそうだからツアーって発表されてるでしょうんツアーも北海道、うん、そうあれじゃないあるあるあれまたね僕1週間ぐらい北海道でしょ滞在することになるそうやね何食べようかなんてもうそれはね、まあ、こっちあの辺とかねうちらもちょっとあの辺行きたいんでねちぜひあっち行かないとね肉いっぱい食べるねそうよもうっていうか多分連日羊のような気がするんだけどまあいいか羊でっていうね何したんだよだってこの間行った時、うん、まず北海道でね、うん、プロしゃぶしゃぶまずその日ですよ その日しゃぶしゃぶ食べて、うん、次なんか海鮮屋さん魚食べに行ってそうでその海鮮の後寿司ざんまいそうこれ一日よ一晩これすっごい8時間ぐらい飲んでたね、うん、だってあの日さその日ね何もなかったんですよ移動だけやったんですよ、ね、そうそう移動日だからあ、そろそろ時間そろそろ移動でね、うん、移動でだから車でまあ、みゆくんと一緒に行って、うん、空港着いて、うん、お昼やったんですけど、うん、まずはもう羽田空港ちょっと飲んだもんもうね、羽田移動日はね、飲むのそう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 飲んでもうそっからスタートやったからね、もうねね、お寿司とハイボールでねそうちょっと飲んででもそのまま行ってそんだけの時間ずっと飲んでたっていうもうダメダメにはい、ね、ということでね、はいはい、時間来たので、じゃあいろいろお知らせはいニューシングル「最優秀」9月30日に発売されますのでね、うん、これ MV ですかミュージックビデオも撮りましたし、うん、はいまああのアーシャは出てると思うんですけどね、もういろんなところで、ね、多田君こう髪の毛長いですね、うん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 、出てるんでね、まああのなかなか、なかなかグッと詰まった曲になっております。グッと詰まった、ギュッと詰まった、はい。なのでね、またちょっと新しい新境地松井五郎さんに貸し替えてもらってるんですけどね、うん、なってるんでぜひ、ね、楽しみにしていただきたいなと思ってます。はい。それとですね、まあそのシングルも入った。レイフラワーとしては初のフルアルバムです。フルアルバム。今までミニアルバムだったんですけど、うんカラー&プレイっていう、フルアルバムが発売されます。イェーイ。あー、イェーイ。今レコーディング中ですけどね。絶賛。はい、絶賛。はいまあ、10月21日発売ですので、はい。はい、楽しみにしていただきたいなと思っております。それでこれですね、なんかシングルとアルバムをですね、こう2枚、うん、両方とも買ってくれた人にですね、うんまあ、この購入特典で、うん、ダブル購入特典で、うん11月7日7日って11月7日、はい都内某ライブハウスでいいの、うん、ねでですねプレミアムライブをやろうと思ってそんなライブが、はい、行われようとしてるんですねこれの絵のまあご応募できると、うん、あなるほど別にこの買った人だけが当たるんじゃなくてこのダブル買った人が中から抽選でその、ライブの方に、まあ、来れるというか、はいはい、という応募ができるということになっておりますので、はい、ぜひ、2つ買っていただきたいなとぜひ、ねはい、当たればぜひライブに来ていただきたいなと思っております。はいそれとですね結構あるんですよねそうだアルバム「カラー&プレイ」のですねちょっとこれどういうことタンブラータンブラーそうなんかねそうなんですよ、ね、ランブラーって何タンブラーでしょタンブラーですねタンブラーそうなんかね直筆サインを僕らが入れてちゃんと1枚ずつコップに
コップというかタンブラーのタンブラーに なんか書いて、まあ、あとそれとハンドタオルをこうセットでですね、これ、ローソンのミニストップの、うん、ロッピー限定なんですよね、うん、ロッピー限定のやつをね、あのまた、発売しております、まあ、もしそちらのタンブラーの方とかも、ね、欲しいなと思われる方は、あのそちらの方で、アルバムを買っていただければな、はい、と思っております。はい、それとあとそうですね、先ほど言いましたけどツアーが、はい、決定しておりますので、28日から違うな、10月ね、27、仙台カーキー、そうカーキーですね、うん、あのライブをやりますので、はい、カラー&プレイというアルバムと同じタイトルで、はい、全国ツアー回っていきたいなと思っております。はい、はい、なので、こちらも、ね、チケット絶賛発売中なので、ぜひあのご購入して一緒にライブを楽しみたいなと思っておりますので、はい、ね、ぜひ来てください。はい、はい、ということで今回はこの辺で、はい、はい、じゃあまた再来週、ではではでは